日。反逆だ。今週も始まりました、反逆のルージュ。そうですね。そしてね、皆様のね、ファンが早くも、もうみんな、ストロングリさんみたいな、そう、ね、名称もちゃった、はい、今日全然クリアすぎだけど、大丈夫ですか。マジだ、本当だ、クリアすぎだけど、一応ロング感っていうことで、まあまあ、ロングだ、そうなんですけど、はい、いっちゃいましょうか。一応ね、もうね、交渉してやっとね、社長をね、今日出演しました。ありがとうございます。元気だったかって元気だったかって言います。なんでその時ちゃうねって言って早速いろいろと来ましたけども、はい、ありがとうございます。たまにはこういう時期もあるよね。夏だしね、夏だし、そうですね、ビールできないのどこしビールみたいな。そして今日は、はい、なんとですね、はいはいはい、特別に特別にお二人がね、はい、はい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 、お入メンバーがいたね。早速自己紹介もいきましょうかね。やっちゃいますか。まずはやっぱ5つ目からいこうかと思って。翼は2回目です。はい、そうですね、2回目ですので、はい、まあね、あの初見さんもいると思うので、初めてもいるので、改めてまた自己紹介いきましょう。はい、じゃあ僕からいきます。始めていきます。はい、僕がね、クラブのマネージャーのジョイって言います。よろしくお願いします。いいえ、いいえ、あぶねー、あぶねー、シンプルに言われたけど、はい、シンプルにジョイって言います。よろしく、除菌もできる、いや、社長だよね。はい、あ、そうですね、髪切りました。はい、だいぶ切りましたよね。切ってね、ちょっとね、はい、もみあげの見てきたんだよ、まだ。ここだけ、これもみあげのみです、やばいですね。目指す先はどこなのか。今日めっちゃ良いよ。いしょー、イエーイ。だいぶ切りましたね。だいぶ切りましたね。もみあげなくなっちゃった。はい、じゃあ、翼から行こうか。翼、はい、行きましょう。はい、エースを募集してます。翼です。よいしょー、よいしょ、そうです、そうです、本当にね、エースさん募集してますので、はい、2回目だもんね。で、2回目ですね。そうそう、久々の登場です。そして今回ニコ生初登場の、行きましょうかね、金髪の君。金髪、はい、行きましょう。初登場のカナトです。よろしくお願いしま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 す。カナトね、カナト君です。ホストホス上だったらキングで、そうですね、そうだったらキングですけど、はい、何枚入ってますけどね、はい、一応ナンバー5らしいですよ。カナトだね、そう、カナト、カナトでいいし、キングカナタ、カナト、カナト、カナタって書いてる。ねえ、ねえ、ねえ、ちゃんとあれだめ、やばー、みんな分かってる、みんな分かってる、そこなんだよ、寝てるの、そうね、早速ね、俺も思うんだよ、早速触れた人だよ。確かに面白いね。そうだね、まあね、そんなね、いや、いじめ、ね、大体そんなもんね。あ、なるけど激しめ、うん、大体一応キャラだから、いいでしょ、あった。あだ名ないでしょって。私なんかありました、あだ名あった。あだ名、あだ名ね、うん、シモネーター、シモネーター、シモネーターよく言うのと、だいたいシモネーター、だいたいシモネーター、あとなんか格好が、まあ今日ちょっとお楽しみだけど、結構派手めな格好するから、それシモネーターみたいなね。そうそうシモネーター、結構ね、そう、彼のファッションって結構ね、独特で、うん、確かに被らないし、なんかたまにスーツ着てたりとかネクタイ締めてたりとかね。そうですね、本当に気分、じゃあ一発お願いします。じゃあ一発、何をお願いするのか。なんかあるさ、いろ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 言っちゃうよ。ほら、みんな期待してるよ、リスナーさん。なるほどね。はい、カートさん。そう。バチコン。バチコン。いいよ。ストロングさん。待って待って。あのね、隣でストロングな人がいるから。隣が。隣に。あ、
今日はちょっとお楽しみで今日お楽しみで。そうですね。全部ブロックした。上下。俺と俺とそのストングさんのね、その色の違いね。お前ハイクの白と黒。ポスのどこみたいな。間違いだ。では改めまして、皆さん乾杯しましょうかね。行っちゃいましょうか。めっちゃ飲んじゃった。じゃあ今日は皆さん乾杯。甘い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 甘く行こう、今日は。今日はみんなね、おそろで朝日のビールを飲むってことで。そうね。てか、もはや背景と豪華とかやってみましょう。早速やっていきましょうか。行っちゃいましょうかね。はい、ということで、今回はこの二人をね、ちょっとピックアップしようかなと思いまして。はい、お願いします。翼くんとカード君と行きましょうかね。まあなんか謎に包まれてますからね、お店でもなんかちょっとお二人のメールはちょっとあんまり踏み込めない部分がね。そうですか、僕結構果たして通常何をしてるのかとか、そうだね、生い立ちどこなのかとか、生い立ちもちょっといろいろ聞いてみたいなと、この場を借りて僕も全身をね、探し出しちゃおうかみたいなね。あ、早速だね、リスナーさんも来てたね。休みの日何してるのって聞いてますね。気になるよね、休みの日何してるのね。何してるんですか、主にかな。僕ですか。大体人が行ってるか、まあ普通にね、お客さんといるかどっちかですかね。シンプルだな。シンプルだな。大体なんかやることなくなったなと思った、もう人からにもう3時間ぐらい行って、でその後サウナに10時間ぐらい入るっていうのが。やばくない？鉄板。サウナに10時…待って、人からも気になるけど確かに。サウナに10時間やばくない？サウナ10時間入るっす。何するの、サウナ10時間。一つはなんか水風呂とサウナ繰り返してってやって、あとちょっとなんか腹筋したりとか。いるんだね。それいるんすか。サウナ入るときに腹筋してるおっさんいるのか。あれわかんないよ。追い込みますね。めっちゃ強いね。まあさらに自分追い込むのか。結構自分追い込んでね、やってるんですよ。でその後とかにちょっとさ、サウナ行ったら大体マッサージとかあるじゃないですか。マッサージ1時間半ぐらいして、それでか、時間長いね。この前マッサージ3軒はしごして、あと次の日もみ、なんだっけ、もみ返し、そうもみ返し、もみ返してみたいな。すごいね。下ネタ走るの、下ネタすごい。まあもみ返しとかね、もみもみ、うん、あざっす、わしわい、わしわい、わしわい、もみ返し半端ないでしょ。出たわしわい、すごいね。もうじじいやったね。サウナ10時間ストイックはド M。 逆に不健康、その通り。結構人から、人から何言うと思うんだって。人からすか、全然人からだったね。何でも、まあ VK とか好きなんで、まあちょっと古めの VK の方が好きなんで、なんかルナシーとか爆竹とか、うん、結構古い。まあ本当に古いんだったらボーイとかも大好きで歌うんですけど、まあ最近のも歌ったりしますね、いろいろ。ゲスキュアとかね、浮気大好きなやつはね。一人じゃない、一人じゃないの、やばい。確かにあるよね。サウナ味ね。サウナ味歌うけど。あのサウナ味。確かにね。なるほど。じゃあ主にサウナ行ったりとか、まあそういう。そうですね。自分に時間使ってることが多いですね。自分磨きかな。エステさん、あっさんでカラオケ3時間、4時間。一人で。そう、優雅な時間ね。優雅な時間がね。ゲスキュアって、そうだ、たぶん。ゲスキュアって略しますよ。たぶん略すんだよ、今ね。一人じゃないの。でかしやらしいよ。そう、珍しい。はい、ということで、じゃあ、すっぽい、ちょっと聞いてみたいね。続きが。そうそう。一番ベールに包まれてる。そう、大人色ね。あ、翼くんね。翼くんね。はいはいはい。何普段してるの。完全 K-POP に関係してるから、確かに。さあ。そうっす。なんだろう。最近は。まあ。いつも通り。ギャンブルか、ギャンブルか、ポケモン GO、 ポケモン GO、 ポケモン GO。 なるほど、あらまあ、そしたらね、あー、ポイントはみんな納得してるっすよ。なるほどね、はい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 、闇深い。自分では結構、その引き運は、そのやっぱりガンブル引き運は、うん、うんって感じです。波がある。最近の調子は、最近は
ぼちぼち。あーざす。あーざす。あーざす。なんかでも、でもあれだよね、結構アウトドアなイメージが俺の中であったんだよね。こうなんかこう、うん、なんかこの前、一番最初に行ったバーベキューの時とかでも、なんかこう、みんな、海パン用意したよね。一人だけ海パン用意してて、そうそうそうなんか海に飛び込んでいくみたいな。そういうとこあったじゃん、みたいな。そうしかも集合時間で一番早く来たのね、翼さん。そうなの。そう意外と。意外と翼さん。なんかね、クールキャラに見えてて、俺なんかそんな気がしたんだけど、でそういう系はなんか、イベント系なんかめっちゃ、意外とね、一番なんか、うん、ノリノリで輝いてるて。ちゃんとやるし。そう、うん結構ね、興奮して、キャンキャン、ギャップだね。ギャップすごいよね。ギャップやね。いやだって、ね、なんかみんなよそよそしかったじゃん、最初なんて。だって、あんまりこう仲良くはそんなさないしさ。そうですよね。だから最初の状態でさ、一番最初にさ、バーベキューの時さ、パシャッてあげてさ、そうさ、社長めっちゃ社長がいるからね。俺全然飲む気なかったから、俺なんかいっぱい飲んだぐらいで、ちょっとなんか、マジ飲むんかと思って、一本、とりあえず一本あげたのね。じゃあなんか二本目いかないですかみたいな。最終的にベロベロされる。ベロベロされるのさ、いや、飲みましょうよ。俺っぽい。実は俺っぽい。社長は結構強いよね。意外に、ぐいぐい来るっていう。真っ白に海に入るから。いや、でも意外とね、率先してるみたいな。そうなんだよね。そう。俺も初めて。しかも花火持ってまたね、ボンってやったからね。そう。あったね。花火の一番乗れたね。あの時は。あれはもうね、黒歴史。いや、空中の花火は結構黒歴史だ。いや、本当に逃げてしかいない。そうね。びっくりした。びっくりした。確かにそう。え、マネージャー何してるんですか、普段。おぉ、僕が絶対言わんしたし、知らない。絶対言わんしてるから、本当に。うちのマネージャー何してるか知らないですよ。いや、僕はあんまりね、多分ね、多分社長も分かるんですけど、あんまり従業とかね、プライベート感出さない。出さないよね。なんかさ、絶対出さない。なんか絶対言わないよね、そういう何してるのか。何も出さないです。で、何してるんですか、最近。いいタイミングで来ましたね。みんな実際選手からね、なんか見ていただいてる中で、カメラ何してるかって。すごいね、従業見てるの、なぜかいきなり全国放送出すって。いきなり全国放送でプライベート感出す。僕ですね、僕結構インドア派ですね、どっちかというと。インドアなんで、はい。もうひたすらずっと DVD 鑑賞してます。やばいじゃん。いや、それあれですか、エッチね。いや、エッチなのもう含まれるよね。ああ含まれるんだけど、含まれるんだけど、含まれるんだけど、でも結構いろんな洋画とかいろんな。ああ、いいですね。はい、映画、そうですね、映画、DVD、 うん、DVD もし、あ、ゲームもしますね。うん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 。まあ、そうそう、好きな AV 上映行ってもわかんないだろうね。いや、でもじゃあ、めっちゃ詳しいんだよね。え、そう、めっちゃ詳しいの。どんだけ詳しいの、ほんまに。AV の話だと一番結構テンション上がるっていう、僕の分かるんですよ、社長はね。どこの事務所所属してるかで知ってるからね。そう、あそこのレベルだよねっていうのはね。そうそう、はよ言えって言ってますね。いやーね、もしかしたら分かるかもしれないから。そうですね、じゃあ一人だけ言ってみましょう。多分これ一応女性の見たこと見てるよね。まあ、OK。僕の今一押しの女優さんもいるんですけど、それは木下若菜。知らせない。はい、知らない。これね、めっちゃ辛いけど、でも調べたら、ああ、こういう子かって。え、何がいいんですか。まあ、そういう感じの子がタイプらしいですね。まあ、僕的にはやっぱ顔と、やっぱ体ですよね。ありがとうございます。そうっすね。すごいね、僕、あんまりプライベート出さないの、これ、逆に全国これで堂々と出したからね。ロリー系お姉さん系、これ、出ましたね。系統で言うと、この人めっちゃ興味湧くね。めっちゃ、ぐいぐい、どんな、どんな、どっちかというと、お姉さん系のちょっとギャルチックな感じかな。うん。ああ、そうそうそう。そうそうそう、そんな感じでよろしい。ああ、でも。まあ、なるほどね。おお。どこで付随したいんだ。いやね、外人っぽいから、ひょっとしてギャルチックって言ったらそう。いや、俺見ないから、グレーゾーンね。そうそう。あともう一人は、水瀬優香っていう子もいるんだけどね。あのね、すごいね、マイナーなんですよ、ほんとに。そうそうそう。結構コアなんですよね、多分ね。水瀬優香。この子はおっぱいがでかいので、男性の人よかったら、おっぱいかいちゃう。おっぱいダブなのね。やっぱりやっぱりおっぱい。ひたすら常にね、最新情報をね、スクロールして見てましたよね。それと休む日はそうやってチェックしてます。主に AV やないか。 AV やないか。いや、何しか何しか。毎週 AV 見ちゃうことないからね。毎週じゃないからね。プロフェッショナル。そうだよ、AV マスターでしょうか。リアクション、AV マスターでいいわ。もう、あなた AV マスターでいいや。今日のあの AV だ。AV マスターでいい。
ソムリエやばいじゃん、ソムリエやばいね。あと2回の世話は UV ソムリエで、それやめても面白い気がします。はい、ということで、まあ AV の話しますけども、ただ一旦ね、多分タイミングが入るので、タイミングね、CM 向けでまた何のソムリエかね、何ソムリエか、何ソムリエか探究しましょう。そこはい、では一旦 CM でしていきましょう。どうぞ。みんなのソムリエとかいいね。ね、いろいろ出ましたけど、そうだね、はい、つまり、まあ、何ソムリエかっていう、何ソムリエは AV ソムリエで、結構前ですけど、結構僕ガチのやつなんで、ガチのやつだから AV 女優行ってもね、誰って思うけど、そうですね、出すわ、はい、AV ソムリエじゃないソムリエ、そうですね、ソムリエ作っていきましょうかね、そうですね、今日は、今日はソムリエ作るのね、何、じゃあ、逆にみんな何がなんか、これなら知ってるぞみたいな、俺なあソムリエ、これ得意だぞみたいな、これなら俺に任せとけみたいな。翼は何ソムリエなんだよ。僕ですか、うん、僕は旧 AKB ソムリエです。意外、意外だ、この方意外だ、すごい、やっぱ分かんねえわ。あ、そうなの、分かんねえわ、知らんわ、やっぱりプロスキンのことを、ね、え、まじ、旧 AKB ってところ、そう、それはあの、あ、前田敦子とか篠田麻里子、あ、その時代の、はいはいはい、ソムリエ、ソムリエが、まあ、詳しいっていうか、誰もしちゃった、さあ、さあ、僕ですか、うん、僕、研究生時代の時の指原がめっちゃ好きで、研究生時代、あ、今も指原、研究生時代、はい、すげえ、そこまで踏み込んだか、研究生時代知らないで、うん、それ、大声ダイヤモンドとか、多分そこら辺、大声ダイヤモンドだっけ、ありましたね、大声ダイヤモンドって曲、あの時まだ研究生だったの、指原は、研究生、そうなんだ、その指原の何が良かったんですか、うん、指原の、そうそうそう、なんすかね、なんすかこれ、あ、でもまあ、そんな、そんなすけ、うん、なんか売れ始めてから、うん、なんか推し変したっていう、また別の人、ああそうなんだ、マイメジャーなのがあんまり好きじゃない、そうそうそう、 ちなみに今のソムリエは どっちが、そう、誰推しですか、今ですか、もうやめちゃったんですけど、うん、あの二藤萌乃っていうちょっとヤンキーチックな、二藤萌乃、知らねえ、マイスター知らねえもん俺、待って、あの今日めっちゃ怖じゃない、ね、すごいね、やっぱ、いや本当に怖かった、今日は深い放送だよ、あ、そう、CD 最高同じの、なんかそういうのあるんだやっぱ、最高、最高同じの何枚買った、え、300枚ぐらい、300買ったわ、300枚買った、これいたこの場にそういう人いるんだ、いた、本当にいたんだこういう人、持ってますね、すげー、本当にいたんだ、300枚買ったいたマジ、え、で投票したの、いや、で、握手会したもんね、ではね、うーん、すげー、ガチ、本当ガチだ、ガチだ、うーん、ねえ、すごい、300枚、え、どういう感じで、普通にもうあれって学習会ってやっぱ緊張するじゃん、やっぱ、ああもうなんか言ったら、うん、もう覚えててくれるから、あ、そうなんだ、あ、そっかそっか、あ、まだ知ってないみたいな、あ、すげえ、おはよう、俺には知りえない世界じゃない、面白いね、あれ通路何周もしたってこと、何周もして最後、いや2回2回2周したと、最初3枚出して、うん、最後の、うん、なんか鍵閉めってあるんですけど、鍵閉めの時に残った、まあ、大体1回50枚ぐらいを最後に50枚ピッて出して、まあ実質そうですね、まあ、500秒ですか、500秒1枚10秒なんで、1枚10秒か、決まってるんだ、そうなんですよ、枚数で喋るとかそういうあって、あ、そうなのじゃあ4分何秒みたいな、それぐらいを喋って終わり、1枚10秒か、10秒か全然高いっすよ、ね、いや高いからね、初回1時間1000円とかだ、
はい、あのキャバクラとか、ネタキャバクラとか、急に高いよね。すげえ。そうだね、人数もそれで、そうだね。だかあとアルバム1枚に1枚みたいな感じ。そうそうそう、いいね。あの、そういうのもあるね。すごいわ。いや、でも本当いるんだよ、ね、すごいね。いや、本当好きだ。やっぱソムリエだわ。サッシーソムリエ。それ何じゃあ、サッシーだな。サッシーソムリエ。サッシーソムリエだな。サッシーソムリエ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 でいきますよ。やばい、ね。サッシーソムリエで。はいはいはい、はい。サッシーコに酔い近づいた男。え、カナト君は何するんだよ。カナトは布袋って書いてあるまあ、そう、まあ布袋寅泰はね、大好きだからね。布袋寅泰か待って、何喋り始めたら 目がなんか、あの、細くなるよね。なくなるよね、喋り始めたらね。喋り始めたら、ノリタ君の眼鏡外さなきゃいけない。ほんと目ないよね、自分で見るけどさ。目開いてる、目開いてる。目開いてる、折ってるからね。折ってるから。CM 前からすぐ寝たら。喋り始めたら寝るんだ。そう。考えてる時寝ないとちょっと考えれないみたいな。なるほど。で、何ソムリエ？うん、俺ですか。結構僕北海道出身なんですけど、北海道旅とかしてて、北海道だったら何でも詳しいですね。北海道だったら何でも。もう自転車とヒッチハイクでずっと北海道旅してて。北海道ソムリエ、北海道ソムリエ。北海道のね、各地の美味しいものもね、飲み屋街もね、回ってるしね。あ、その顔文字面白い。めっちゃそっくりなの。俺じゃん。やばい、自分でいいじゃん。やば。でも本当やばいよ、これ。どれくらい旅したの？そうだね。だって、4ヶ月ぐらいずっと旅してて、いろんな町とか、なんか、俺いっぱい、俺いっぱい。やば。北海道の一番のおすすめスポットは、飲み屋街行ったら、釧路の末広街が一番俺は好き。釧路の末広街が一番、なんかね、アットホームな感じです。チーモネーター言うな。やばい、この顔もちゃんと言われるんだけど。え、なんでヒッチハイクの自転車で。そうそうそう、まあ、った結構僕はアウトドアも好きなんで、その、うん、本当に楽しもうかなと思って、そのちょうど僕その時ちょっとネットとかもいろいろやってて、ネット民の方々と、うん、その何しよう何しようって話して、うん、ヒッチハイクとか面白そうじゃないって言い始めた結果、うんうん、その日の夜に出ました、旅に。思い立ったらすぐ行動したんで、それ今ちょっと今歌舞伎町いますけど、大阪、京都、名古屋回ってこっち今来てるんで、北海道が。すごいね。北海道出ようと思ったらもう1日で決断したことで。決断力半端な。決断力しかない。決断力しかない。アンデアっていう。そうだ、アンデアっていう。アンデアっていう。アクティブだし、サウナいっぱい行くし。ね、ね、すごいね。変な人。暗すぎてね。今落ち着けないんだよね、やっぱりね。そういうのいいね。え、じゃあ何、北海道ソムリエ、やっぱ北海道ソムリエ決定でいいじゃないですか。北海道ソムリエか、ナンバラすごいって言って、北海道で使ってくるよね、そして。そう、ナンバラすごい。なんか語呂悪い。確かに。ソムリエ、なんかね。おお。なん、次なんか行ってみたいとことかある？次行ってみたい。あそこ旅したいなと。いや、俺、本当は九州行きたかったんですよ。本当は、その歌舞伎町が来る前に九州の方行こうと思ったんですけど、ちょうど震災起こっちゃって、それ行けなかったんですけど。タイミングで。そうだね。すごいね。旅人だね。旅人っすね。よく言われます。よく言われます。はい。自分探しの旅人。だから本当になんかいろいろ見てもらいたいなっていうだけ。なんで、大阪あった南北と、京都あった祇園も木屋町も働いたし、みたいな。じゃあズバッと何を見つけた？北海道でこう、北海道で見つけたもの、うん、クマさん。クマさんはいっぱい見つけた。クマさんとキタキツネはいっぱいいたし、いいなはずなのにクマを見つけた。クマは見つけた。そう、野生で結構いるんだよ。だから怖いから、夜中とか本当に明かりないところで俺チャイコ走ったりするから、本当に音楽かけて一人歌いながらチャイコ走ってる。山中で営業中歌ってるんだね。そう、ついに歌ってるんだもん。あの子が覚えちゃう。暗いから手が出るからみたいな。うん、歌ってるの。最後ホタルの違うね。面白いね。でも確かに二人ギャップがありますね。確かにね。俺は見た目通るかな、AV面。それ聞くまでは分からなかったから、あんま出さないからね。それね、出会って3年目ぐらいに聞いて、結構俺びっくりした。あんまほんとダサいからね、逆に出さないよね。見た目通り出さないと思う。見そうだけどね。オープン、もうオープンだね。オープンね。意外とオープンとかオープンですよ。下ネタとか別にいいんだよ。
言い方のシモネーターが何だっけ、これ。実はシモネーター、実はシモネーター、実はシモネーター。ってことで最後ストロングっていうか、まあストロング社長ね、社長さんのプレーどうでしょうね。やっぱりね、はい、ストロングはね、ストロングはまあいろいろソメリやるんですけど、はいはいはい、まあ主に言うとすればやっぱ筋肉でしょう ね、 やっぱね、ストロングソムリエとか言われてる。ストロングはね、ストロング第一が出てる、第一が出てる、第一味が出てる。そうっすね、ストロングストロングだ、ストロング、ストロング、別のストロングしてね、筋肉ソムリエがな、やっぱやっぱジムに詳しいっすもんね。そうですね、あとはまあやっぱ短髪、やっぱりやっぱ短髪、まあ主に短くしないとやっぱ気が済まないね、本当そうっすよ ね、 ね。この間短くなったらまたさらに短く切るよね。そう、この前伸ばそうと思って頑張ったんですよ ね、 ね。前髪ない日の前髪、そうそうそう、前髪前髪ない、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 ね、マッソーさんみたいなのマッソーでもこの辺だいたい日向になってますよ。おー、すごい、すごい、すごい、前髪ソムリエ下手すぎる、下手すぎる、やばいじゃん。前髪もありますけど、今日の前髪ますよ。すげえね、筋トレしないと筋肉ってなくなっちゃうの。そうなんですよね。あ、やっぱ常にあのね、違うんですよ、あの筋肉を鍛えてこう伸びようとしてるわけじゃなく、はい、ただただストレス発散で筋トレ行くだけなんですよ。はい、あ、そういう人もいますね。めっちゃストレス発散だろ、あれは本当に。その結果こうなる、まあ、そうなる、結果こうなる、結果こうなる、自然とムキムキになるけど。いや、いいですね、なるほどね。そうですね、でも旅もストレス発散で行ってましたからね、僕も結構。あ、まあ、そうだね、運動本当にね、なるっすよね。確かに汗かいてね、サウナもね、ストレス発散になるし、汗かくから。あ、確かに、ちょっと面白いっすかね。確かにストレス溜まると俺も AV 見ちゃうわ、確かに。いろいろ、ちょっといろいろ発散するわ、そうね。でもいろんなものが発散します、いろいろ、いろいろね。そうですね、あるわ。ジョイクッソイ、ジョイクッソイ言われて、今日で好感度と株ちょっと下がった。しょうがない、しょうがないもん。いや、しょうがないよ、たまにやろ、しょうがないのって。いつもだってさ、あの結構しっとりやってるでしょ、多分ね。そうだね、最近ね、かっこよくやってるから多分メンバーが悪い、メンバーが悪い。そうだね、あんまそう、あんまね、そう、少し見えないように出してたけど、実は意外とね、むっつりってやつか、これが。いやー、むっつりかもしれない、もしかしたら。むっつりだね、むっつりソムリエだ、むっつりだ、むっつりソムリエ。むっつりソムリエ、それやばいよ、それやばいよ、それやばい、それやばい。なんと6分出したよ、早いな、もう1分前。いやー、悲しいね。まあこれからね、はい、放送もあと来る前ですけど、じゃあまあまあ21日、うん、そうですね、21日ね、8月21日にグラとパテのね、トレイスさんということで、はい、合同でイビザトレイス、はい、イビザ東京のトレイスさんとね、合同でバトルイベントしたんで、そうですね、よかったらそのね、熱い戦いの模様をぜひぜひ皆さんでね、ヒラタマスタワーするんだね。そうそうそう、ヒラタマスタワー、次回は社長マスタワーをする。日本酒でベロベロ、日本酒で開始1時間でやるから、早いっすね。1時間半ぐらいも出来上がってて、2時間だったら多分潰れてると思う。僕も飲むパターンですね、多分。僕も飲みに行くんで、はい、今回ね、いろんなソムリエが出てくるので、またね、来週も放送楽しみにしておりますので、ありがとうございました。今日もね、見てくれてありがとうございます。それではまた次回クラブロジェでお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。すごいっす。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。